んにちは。好きな漫画はマスターキートン、コージです。何やら荷物が届きました。オウム電機の超音波ウォッシャー、ラバティオという製品です。前回ちょろっと紹介したやつですね。前回失敗に終わった美顔器を見つける前に出会えたらよかったのですが、今回はこれで超音波カッター作れるかやってみたいと思います。出荷時は充電されてないようですね。結構大きい。同じ製品でサイズの小さいのもあったのですが、先端の振動部分が8ミリという理由で大きい方にしました。だいたい6000円くらいでした。持ち方としてはこんな感じかな。充電端子は USB-C、スマートフォンなどと充電器を兼用できるので助かります。職場のスマホ充電器に挿して充電しておきます。付属品で USB ケーブルは入っていました。製品紹介動画を見て試したかったあれを試してみます。付属のスポイト使って先っちょに水を垂らし、スイッチオン。おお、紹介動画に偽りなし。水滴が一瞬で無酸しました。炭酸水は吹きこぼれるらしいので、もったいないからやめときます。まず加工してカッター刃をつける前に、そのままの状態でプラスチックを溶かすくらいの振動があるか試してみます。溶かすまではいきませんが、表面がザラッとした感じにはなりました。何にせよ前回の美顔器より100倍マシです。続いてプラモデルのライナー、 CD ケースより柔らかめのプラスチックです。先っちょの金属ホーンというらしいのですが、実は先ほどホーンをつまんで電源入れたら指先を火傷しそうになりました。その時触ってたサイド部分を30秒ほど当ててみました。おお、見てください、プラスチックが溶けています。数秒だとそうでもないのでパワー的には弱いですが、なんだか期待が持てます。これがカッター刃だったらどうなるんだろうと思うと、オラワクワクするぞ。今回この機械にカッター刃をつけるのが一番の難関になるかと思います。で、いろいろ買ってきました。まず600円ぐらいで売ってた軸がアルミ製のデザインナイフ、これメーカー不明なんですが、これが付属していた刃ですね。でこれが手元にあったオルファの替え刃のノコギリのやつ、ほぼ一緒なんでオルファの替え刃が使えると思います。なのでまあ汎用性は高いかなと。で振動を伝えるので、このアルミ製っていうのがやっぱりいい感じかなと思って、樹脂製だとやっぱりその振動を吸収してしまってうまくいかないんじゃないかなと思って、まあちょうどいいものがありました。でこれもだいたい8ミリぐらいなんですよ、ほぼ一緒で。これを使いたいんですけれども、どうつなげるかを考えて、内径8ミリのスペーサー、これがホームセンターにあったのでこれを買ってきました。でこれをつけたところで振動がある商品っていうのはやっぱりどうしても緩んでくるので、ぴったりと収まったとしてもそのままじゃ使えないっていうので、ネジ止めにしようか、穴貫通させてボルトナットで固定してしまおうか、いろいろ迷って、で最初はこれを使うことにしました。これ10ミリの太さのパイプを締め付けれるやつね。でこのスペーサーをまあちょっと余るんで一つ切って
隙間開けてこれで締め付けて取り付けれないかなと。下だけか。これで締め付けて取り付けることができればそれで OK です。スペーサーを出して現物合わせしてみます。ここで大きな誤算。 8mm のスペーサーってものは 8mm のボルトが軽く入るように作られているのかガバガバでした。多分内径 8.2mm ぐらいある。いきなりの誤算、どうしようかと頭を悩ませました。で、導き出した答えが縦に切れ目の隙間を作って締め付ける。みんな大好きサンダーの出番です。初っ端からミスりました。切れ目を入れたら反対側の合わせ目が取れました。どうやらつなぎ目は溶接していないタイプのパイプだったようです。でも4本入りで買ってますので大丈夫。あと2回ミスできます。2回目はちゃんと切れ目のところを削って隙間を開けてきました。これで OK と思ったのもつかの間。スペーサーの隙間が閉まるほど締め付け金具を締めたいのですが、途中からボルトを回せないほど硬くてなかなか締め付けできません。本体に無理な力かけたくないので一旦諦めました。すぐさまホームセンター走り、 8mm と 9mm のアルミパイプを購入。本当は内径 8mm で 1mm の肉厚、外径が 10mm のパイプが欲しかったのですがなかったので2本重ねる計画です。で、再び失敗。 8mm のパイプは外径が 8mm でした。 8π って内径8じゃないの？ということで急遽 9mm パイプだけでなんとかならないか考えます。設計図や前例がない工作あるあるですが、無駄に資材を買い足しして途中からはここまで買ったものを無駄にできないって心理が働き、引っ込みがつかなくなります。どんどん買っちゃいます。締め付け金具の問題ですが、 10mm スタートで締め付けようとするから無理な力がかかることが判明。スタートを 9mm にするべくペンチで曲げて加工してみます。これも無駄に4個入り買ったので3回失敗しても大丈夫。若干歪みはありますが 9mm から締め付けれるように加工できました。アルミパイプ、適当に長さ決めてサンダーでカットしてきます。このパイプは1メートルあるので30回ほど失敗できます。アルミパイプの加工をしてきました。切れ目が斜めになってしまいましたが、締め付けれれば問題ないので気にしません。がっちり取り付けてきました。ただここで少し気になることが。なんだかアルミパイプをつけたら指で触った時の音波で弾かれてる時に感じたぬめっとした感覚がありません。水滴を弾くかテストしてみます。全然ダメです。つけた金具が重くて振動が弱まってるのか、つけた部品に伝わった振動がホーンの振動と打ち消し合ってるのか、いずれかだと思います。後で調べて知ったのですが、音波を発生する部品は大きさによって共鳴して振動が大幅に上がったり反対に打ち消し合ってしまったり、繊細な調整が必要らしい。念のため金具を外して再度確認。めっちゃ超音波出てます。水滴が一瞬で無酸しています。とにかくカッター板を取り付け計画が全て振り出しに戻りました。つけても振動が極端に弱まるなら意味がありません。さすがに6000円もした超音波洗浄機、できるかわからない状態で本体を加工していくのはためらいます。今やめれば服についたシミをきれいにできるマシンを手に入れた状態で終われます。机に垂らした水でも何も取り付けていない状態ならすごい振動が伝わっているのがわかります。金具を取り付けて同じことを試してみたら全然振動が伝わってないことが改めてよくわかります。ダメです。手詰まりになってしまいました。とりあえず明日からの仕事中に
何か良いカッターの取り付け方法がないか考えてみます。もしかしたら次回は超音波洗浄機で洋服のシミを取ってみたという動画になるかもしれません。